はい。こんにちは。こんにちは。大阪桃次郎山内です。桃次郎ベタです。今日は特別なお知らせを持ってきました。すでに見えてると思うんですけど、大阪桃次郎グッズ第4弾の半袖 T シャツです。できましたね、ついに。ついに。で今回は、前回ロンTのスタイルはちょっと、明るい赤だったんですけど、蛍光すぎる、赤がこう、眩しいみたいな感じがちょっとあったんで暗くしてみました。そうですね、渋めに。どうですか？いや、いい色だと思いますよ。いい色ですか？夏の暑い時期も眩しくないという着やすい色ですね。はい、で、もう一色黒バージョン。はい、安定の黒です。これも実はワンポイントあるよね。ワンポイント、はい。ロンTと一緒のワンポイント円を肩口に貼り付けております。ロンTとそんなにちょっと変わらんけど、T シャツバージョンということで。そうです、これ着て観戦とか、練習にも全然。これでヘッドスライディング、でも100回ご体験ですとしてるで、ヘッドスライディング100回こうやっても破れんかったっていうテストがあるんで、ぜひやってみて。大丈夫だと思います。んなわけはないと思う。高谷さんのこれは何サイズですか？これは L サイズです。僕身長170センチいかんぐらいやけど、細身の人でも。実は僕も L サイズなんですよ。えちょっと高谷さんの身長高いんですけど、ピタ感じよ。僕はなんか身長にぴったしみたいな、はい、感じですね。ということで、発売はいつでしょう？はい、この動画が流れている4月の17日月曜日、バットヤ本舗さんに、はい、販売開始をお願いしてます。はい、随時販売開始していきたいと思います。はい、これ実はあるところで売らせてもらえるんですよね。そうなんですよ。現地で現金で買える方法があるんですね、実は。はい、これは嬉しいですね。はい、広島県で行われる日本リーグ第1節があるんですけど、はい、その会場で28、29、30の間、サミーさんのご協力のもと店頭販売させていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。その店頭販売では T シャツだけじゃないよね。 T シャツとタオルを今回持っていこうと思っております。現地で買えるチャンスですよ。その場で買ってきて応援っていう、はい、そんな感じで。 T シャツ問い合わせ多かったよね。サインして送ってほしいとかっていう、はいはい、それももしかしたら現地やとサインで書いてもらえたりできるかもしれないんで。そうですね、誰々のサイン欲しいとか、それを書いてくださいっていう、グッズに書いてくださいっていう要望があるんですけど、全員に答えることができないので、そういう要望は全てお断りさせていただいてるんですけど、現地だったらみんなもう心よく書いてくれると思うので、お気軽にお声掛けください。お待ちしております。サイズの方は、サイズの方は M サイズから 3L までそうやっております。サイズによって限りがあるので、はい、お早めに。ロンティーも、もう一気に、そうですね、大きいサイズからどんどん出ちゃうからね。はい、売れちゃってて、またあとこのサイズないですかって言われた時にはもう全然在庫がなくて、今回も多くは作ることはできないので、なるべくお早めに問い合わせいただけると嬉しいです。はい、はい、ここで気になるお値段の方お願いします。送料込み、1枚2500円で販売します。1500円ポッキリで、ポッキリで、はい、ベベイベベイ言わして、どしどし買ってください。はい、ほぼほぼ即日発送、ほぼほぼ即日発送、平日は、はい、かなり対応を早くしていただいているので、すぐにお手元に届くかと思います。はい、できるだけ頑張って梱包していきたいと思います。ぜひぜひお願いします。来週から日本リーグ開幕するので、それに向けて、この T シャツに関してもそうなんですけど、いろいろ選手が SNS で発信してくれると思うので、いろんなところをチェックしてみてください。はい、そう、身につけて、はい、第1節のリーグ応援お待ちしております。バイバイ。